versus the world.私の歌を聴いてね。勝利だ。
そうだな。凄まじいものだ。ここまで持ちこたえるとはな。さすがルビア、お前はバラだ。姿形は麗しいが手に取ることは難しい。欲するのなら手にしてみろ。お前の服が真紅に染まるまで突き刺してやろう。カリアン帝国の時代は滅びている。奴らが支配する地は間もなく引き裂かれ、新たな闘争の歴史が始まるだろう。俺はそんな時代で生き残るため最善の選択をしたまでだ。なぜわからんのだ。シルビア姉さんがどうして私に何も教えてくれないか、ようやくわかった。このことを知っていたなら、私は遥か以前にお前の首を切り落とさんと向かっていただろう。私が最も大切にするのは、傭兵の鉄則でも契約でもない。アルデバランの仲間たち、彼らを危険にさらす者は何であれ許すことはない。チッ、傭兵ならば傭兵らしく戦場に立っておればよいものを。これ以上は聞かぬぞ。ここで死ぬことと戦場で死ぬことに違いはない。魔物が多すぎるけど、ここで止めないと背後にいる皆が。ルビア姉さん、来てくれたのね。詳しいことは後で話しましょう。今は。ええ、先に敵を片付ける時間よ。
私の歌を聴いてね。やっやっ、月のように冷たく鋭くかじゃっ、血がたぎる。いや、はあ、次のステージまでまた練習しなきゃ。いいえ。
なぜだ。おお。そうだ。あれ?いや。はい。そうだ。まあ。ええ。いいえ。え?なぜだ?そんな。うん?どうして?そんな。なんだと。
はい。